What's with the stick? Oh. What are you staring at? I'll sue you! やんのか、この野郎。行くぜ！やんのかい？ビビってんのか？What's gonna hurt?俺の番だな。やりたいな。ほら来いよ。ビビってんのか？俺の番か。よし。My brain's oozing out.ぶちかます。行くぜ。出直して、ここまで勘弁してやるよ。Hey, you! Come on, let's go! 後悔するなよ。ガンガン行くぜ。俺の番だな。やんのかい。行くぜ。放電準備。行くぜ。ほら、来いよ。もらった。俺の番か。相手にならねえな。気合い入れるか。調子いい。アナコンダってゲームコーナーもあるのか。どんなゲームがあるんだろう。
たまにはがっつりゲームでもやりて。トミーは結構ゲームとか。ああ、ガキの頃は。ジェネシスってなんだ。いやいや、ビデオゲームだよ。日本ではメガドライブって名前か。メガドライブってアメリカじゃ。メガドライブも横文字なのに。俺に言われても知らんけど。仲良し。深く知れた気がするぜ。また遊んでくださいね。なんか手が無くなってきた。お、やんのかこの野郎。俺の番だな。相手してやる。うわっ、ガンガン行くぜ。行くぜ。しゃあ、しまいだ。
もらった。放電準備。しめな。俺の番か。この店ケーキも売ってるのか。タクシー側からするとケーキホールケーキ買ってタクシーで帰る人が多い。へえ。だからケーキ屋の位置には加わって、俺からしたら うまいケーキ。よっしゃー、また距離が縮まったな。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。ほら、よし。来れるか。相手にならねえ調子だぜ。マジか。今助けるからな。待ってろ。もう少しだ。おう、春日さんやんけ。奇遇やな。
助かったで。ああ、え、あんたまさか。わしはゴンダーラ進むっちゅうもんや。ミルクの件じゃうちの若いのがすまんかったな。おい、おにゅびもう2本追加や。人肌でな。確か2年前に偉人町のイメクラで組総出で赤ん坊になりきって楽しんでいたヤクザの組長だったな。ゴンダワラ組長だったっけ。組長、あんたなんでこんなところに。実はゴンダワラ組の旅行でハワイに来てたとこなんや。福利厚生の一環やな。それでせっかくやからハワイで赤子になれる店を探してな。やっと見つけたベビーシッターコースでアクティビティを満喫しとったっちゅうわけや。勝手にベビーカーが済んだ時はどうなるかと思ったが、重心移動でブレーキ以外のコントロールができることが分かってな。年がいもなくはしゃいでもうたわ。そうか、邪魔して悪かったな。じゃあごゆっくり。ちょっと待てって。せやからこれ一人じゃブレーキ効かんのや。すまんが、ママのリリアンちゃんのとこまで連れてってくれんか。はあ、俺こんなことしにハワイに来たんじゃねえってのに。親父！てめえか！親父を誘拐してやろうわ。え、いや違う。俺はむしろ助けた側だな。はい、まあまあ。このタイミングで寝るな！何律儀に赤ちゃんのルーティン守ってんだ。親父をさらおうとした落とし前、つけさせてもらうで。くそ、なんでこんな目に。八つ裂きにしてやる。かかってきやがれ。ぶちかま、よし、いつでもさっさと来い。もらった。放電準備。俺の番か。どうだ。ガンガン行くぜ。俺の番だな。それで行くぜ。放電準備。
へえ。はい。くそ。すまねえ。そうか。いえ。うん。ああ。ありがとう。気分が乗っ、できたぜ。Knock it off with the staring. Oh, no! さっさと始めようぜ。俺の番だな。やるのか。行くぜ。俺の番か。
鍵がねえな。 強くなっちまった。 いただきます。めちゃくちゃココナッツ料理頼んだな。なんてったってハワイだからな。ハワイといえばココナッツよ。基本を抑えておかねえとな。ココナッツが基本か。あんまそういうの考えたことなかったけど、一番たちからしたらそういう感覚なんだな。まあな。でもトミーだって日本に来たらきっと基本を抑えた注文をしたくなるはずさ。 例えば。え、そうだな。寿司とか天ぷらとか藤山とか。寿司はわかるけど藤山注文してどうすんだよ。確かに意外と自分がいたところの基本って難しいかも。絶対いろいろあるはずなんだけどな。観光客用に作ってて現地の人はあんまり食べないものとか地域によってはあったりするみたいだしな。 そういうのもあんのか。もしかしてトミーも実はココナッツ食べなかったりすんのか。いや、めっちゃ食うし、なんなら石鹸もココナッツオイルのやつを愛用してる。よ、よかったー。<笑>お前今日一番いい笑顔してんな。これからもココナッツにまみれて生活してくれよトミー。お、
おう。ごちそうさん。Thank you。おっしゃ、行くぜ。調子がいいぜ。やるのか。もらった。出てきたぜ。いつでもついてこれるか。手加減はなしだ。東京の火を買ってやるよ。
いいコンディションだ。体が最高に。足りない。Captain Mike Hoolan, first mate DJ PP Stew, shoving off on another voyage. Heave-ho! Time to hoist the anchor! Hey, put me down! Put me down, man! I'll kick you down and... 後悔するなよ。俺の番か。真骨頂よ。Jeez! Oh, Mike! How much barbecue you eat last night? Well, not enough to stop you from throwing me overboard, clearly. Anyway, folks, glad you made it just time for segways. Pee-pee, what's the plan? Last I checked, the next episode's Hot Spots Part 2. Don't say it. Honolulu Boogaloo? He said it. He had to say it. Of course, he said it. We talked about some things to do east of Aloha Bridge. Now let's boogie on over to the other end. See what I did there? Boogaloo, boogie. Okay. So what's the first thing someone might want to do when they reach the west side? Steer clear of District 5? Yeah, obviously. But aside from that, maybe. Well, then it's gotta be Anaconda, huh? Yeah, definitely a sight to see. For those who haven't been there, either because they haven't been or they walk around staring at their phone, the Anaconda Shopping Center is a gorgeous open-air mall that attracts visitors from all around the world. It's got fashion, it's got food, all kinds of seasonal events. Don't forget about the arcade. Right. Anaconda! Right, an arcade you could easily fit inside this studio. Yeah, hey, as long as it's got Virtua Fighter, who's complaining? You know what? You make a very good point. I did not know that you played. You up for a round or two after the show? Sorry, Mike, you're 10 years too early. Okay, yep, watch. Oh, this is good. For
right into that one. Walked right into it. Okay. And if you want to walk some more, there's always Anaconda Harbor Park right across the street from the parking lot. You'll see the sunset, do some fishing. Run into some bad guys. I thought you said they don't mess with you. They don't. You want to know why? Who wouldn't? Two words. Ariti's amulet. Yeah, you having a stroke. What? Come again? Well, I mean, I don't know how it works or whatever it is, but it's this thing that my wife got me that said it'd keep me out of trouble. I have no idea where she got it from. Oh, you're a lucky man, Big Mike, to have your lady looking out for you like that. Yes, don't I know it. I love you, sweetheart. She's one good wahine, bro. Yeah. She know you had your bachelor party at Dolls and Devils Playhouse? What? Look, TV, we're live. Hey, you can't Mike, say that now. I was just kidding. You really took the boys out to Night Square? Yeah, I did. What? How come I wasn't invited? Look, you were the first one there and the last one to leave. You were drinking like a fish. How can you not remember this? We was both drinking like a fish. You were. Memory like one, too. Yeah, right. Anyway, might as well give our listeners a rundown. So, Night Square is a stone's throw away from Anaconda, and as the name implies, it's all about the, nightlife entertainment, if you know what I'm saying. Air quotes with my fingers. I think I'm picking up what you're laying down. That's right. Mr. Tingles to vivacious. I'll take you down! This video, it's got everything you need when you turn 21 and want to make your mama or significant other cry. That's true. Or your creator. I mean, I can't imagine that the big kahuna upstairs did all that work just to watch you walk into a place called Hyper Ecstasy, which, by the way, is not as ecstatic as it sounds. Oh, so you've been inside, huh? No, but I've heard things on the internet. Yeah, we all heard the things. The internet. It was the internet. I read things. Yeah, that's why. Hey, true. Kind of place that winds up getting blasted by a volcano. Oh, volcano tattoo. You ever been? No. I'm gonna school. No, I don't do tattoos. They're out of the questions. I like my hot springs feeding. Say what? I mean, in Japan, they don't let you in the hot springs with a tattoo. They're afraid it's a sign of the Yakuza. Huh? What kind of tats they even put on Yakuza? Like one dragon? Yeah, I don't know. I mean, your guess is as good as mine, you know? You know what? I mean, it could be really anything. I doubt completely, though, that they actually spell out Yakuza on the chest or on the back. But in as much as I don't read Japanese characters, it is entirely possible. So, what I'm saying, though, is that since your guess is as good as mine, you know what's good? Got really good art, though? Oh, you know what? I'm going to steal your thunder. They're here. The art walls. Yes, indeed. Good art, food, good atmosphere, and you don't have to be a hipster to enjoy it. Ah, it's all in the spirit of... Aloha.
people expressing themselves, reinterpreting how we look at things. What you looking at? We'll see who's laughing. Osha, you go there. Osh. Quit playing around. What's that? Yep. ビビってんのか？ほら！うん！行くぜ！As long as it's not obscene or, you know, obscene in the wrong way, I think it's okay. You know, that is deep. Very deep, Pee-Pee. I didn't think you were capable of such thoughts. この辺は青い花も咲いてるんだな。花の種類も日本と違って、似てるだけでも多い。Have. As long as that self-expression is an improvement. Now, before...The alt wall, art walls had art, it had, what's that stuff? The dirt! Dirt, yes. Not a whole lot else. Nope, and some changes for the better. And some things need to stay right the way they are. I'm talking about Chinatown, of course. You don't think it needs pop art every square inch? Psh, nah. I mean, if a local who understands the place wants to add their own spin, I say go for it, but...Part of why I like Chinatown is it's not trying to be anything new or different. It's old, it's weathered. It's seasoned, and it's proud of what it is. Yes, a lot like the country of China itself. And a bit like us, isn't that so? I was gonna say like you, but if you say so. Also true. I'm very old.Very old and seasoned. 結構強いな。One ukulele chord, brother, ukulele. Oh yeah, there it is. It's our time to talk story. Now to be honest, I think I'm all talked out. You got anything for us, PP, we haven't already talked about? PP to the rescue, huh? All right, let's see. No, I got nothing. Huh, rare to see you running on empty. Tell me about it.Normally, I'm running around at the speed of sound. You know, I would literally pay almost anything to see you run that fast. Yeah, psychedelic coffee's down the street, bro. That's a good point. Lord knows I could use some caffeine myself. How long has this coffee machine been broken? Right? Isn't the company supposed to maintain it? They keep telling us to wait for the new office. Oh, how many times we heard that? I couldn't even count it, but maybe we should stop upsetting the powers that be.Listen, take my lead. I'd rather not be set free. You know what I'm saying? It's euphemism for getting fired. Like having a show. True. Live and learn, I guess. Alrighty, folks. If we're here at the same time tomorrow, you can assume that we're in the clear. And if not, seg waves with Pee-Pee Stew on the web and come check out my new podcast. Hey, what about me? You can be the guy who gets the coffee. Okay. But real talk. Oh, thanks for tuning into our show. For more Aloha vibes round the clock, keep the speakers playing K-Lulu FM. And we'll see you on the flip side, brothers. Hopefully with coffee.いらっしゃい。
ありがとう。いらっしゃい。アロハ。頼むぜ。マッチしたぜ。よし、目指すはデートだ。よろしくね。よっしゃ、いい反応だ。ねえ、そうだな、これだ。なんて返そうか。
ダメか。ねえ、なんて階層か。これだ。そうだな。よし。嬉しい。よっしゃ、いい反応だ。サービスね。まあ、なんて改装か。これにしよう。そうだな。やったぜ。どうかな。ここはスタンプだ。怒るわよ。ミスったな。ありがとね。よし、全力でアピールだ。そうだな、よし。いいぞ。やったぜ。いいぞ。よし。やったぜ。どこか楽しみだな。一番ちゃん、会いたかったで。んーちゅ、アプリと全然違う。勉強になりました。いつでもいい。やれるぜ。おう。出発するか。ただいま、エリー。具合はどうだい？今日はとっても愉快な人たちに会ったよ。春日さんって言ってね、日本から来たらしい。外でしょぼくれてたわしの話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。何の得もないのに
まっすぐそう言ってくれた彼がなんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。全然そんな柄でもない中年の男なのにさ。わしは誰かの、いや、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに、今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー、ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ。エリー、だからそんな顔しないで。綺麗。ありがとう、春日さん、組長さん。出陣へ。これはなかなかの重労働だが、やってやるぜ。うわおやじ、これおむつ足りますかね。あ、ほんだれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽっぽんになっても最後までやりきるで。へい。本当に雪が見られるなんて、日本で二人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。もちろんだ。わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい遊べしまえだよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ、お願いだから。でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって、私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに、王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああそうだね。うん、その通りだ。ゆっくりおやすみ、エリー。
雪溶けちゃったな。二人に雪届いたかの。きっと届いたさ。笑えるほど綺麗な雪を見せられたと思うぜ。せやな、ハワイの雪っちゅうのもおつなものやな。何でもできそうな気分だ。ここのコーヒー屋、洒落た感じでちょっと気に。トミー、コーヒー好きなのか。まあな、馴染みの店じゃ自分好みのカスタマイズ注文とか。へえ、こだわって。そうだな、俺のおすすめはなんかラーメンの注文。仲良し。深く知れた気がするぜ。
の番だな。やるのかい？コメ！I'm gonna put the hurt on you! ぶちかまっ！俺の番か。アロハ。What you looking at? Check it! さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。俺の番か。
の番だな。いつでもいいぜ。ガンガン行くぜ。よし、相手してやる。俺の番か。ここまで完成してやるよ。何でもできそうな気分だ。準備はできてるぞ。Thank you for stopping. Check that shop out. Looks cool. 気分が乗ってきたぜ。気合い入れる。What's
へえ。大丈夫かよ。支えてやっから一回これを下ろしな。え？ああ、すみません。よっと。すみません。ありがとうございます。思ったよりもこれ重くて。いや、気にすんな。あんた人気の歌手なんだろ？スタッフだっているんだし、そんなに体張らなくても任せちゃっていいんじゃねえのか。怪我してウクレレ弾けなくなったら元も子もねえだろう。まあそうなんですけどね。今日のイベントは急遽開いてもらったもので、スタッフさんも多くないからあんまり負担をかけたくないなと思ってたんですが、確かに僕が怪我をしたら意味ないですよね。いいやつなんだな、あんた。人気が出ても天狗にならないで周りのスタッフたちを気遣えるってのは立派なもんだ。別にそんなことないですよ。いやいや、そんなことありますよ。え？マッシュさんはいつも手伝ってくれるじゃないですか。でもステージで十分頑張ってくれたんですから、これからは僕らスタッフが頑張る番ですよ。今はゆっくり休んでいてください。いや、なんか落ち着かなくて。でもすみません。それじゃあ今日は甘えさせていただきます。あなたもさっきはありがとうございました。よかったらまた演奏見に来てくださいね。おう、また寄らせてもらうぜ。頑張れよ。なんだこれ、なんかの撮影か。すみません、ご不便をおかけします。もう少ししたらこのショッピングセンターを貸し切って日本のバラエティ番組の撮影をするんです。日本のテレビ、随分と大掛かりなことしてんだな。ええ、予算をかけた特別番組ですからね。その名もアナコンダエスケープ。アナコンダエスケープ、ご存知ないですか。毎回高視聴率を叩き出す人気番組でして、毎年1回ハワイのアナコンダショッピングセンターを貸し切って大物芸能人たちが壮大な鬼ごっこをするんです。ちょっと聞いたことなかったな。でもそんなに人気ならきっと面白いんだろうな。放送されたら見てみるぜ。ぜひ。今から撮るのは一般人枠で厳しい審査と選考会を勝ち抜いて挑戦権を得た人が挑む回でして、その人がまたすごいんですよ。ミスターアナコンダなんて呼ばれている人で、
この日のために家の庭にトレーニングコースまで作っちゃう、すごいストイックな方なんです。ほう、それまた随分と気合の入った。え、ちょっと嘘でしょ、河本さん出られないの？もう少ししたら一般人枠の収録始まっちゃうよ。芸能人枠は1週間後で確定してるから、前倒しなんて無理だって。そんなこと言われても切れた。くそ。どうかしたんですか、今田プロデューサー。ああ、大西ちゃん、いや、どうもこうもないよ。一般人枠で参加予定だった川本さんいたでしょ、ミスターアナコンダの。ええ、これから収録ですよね。それが川本さんいきなり痛風になっちゃったらしくて、歩くのも厳しいって連絡来てさ。ねえ、マジっすか。でも痛風じゃ気の毒ですが無理ですね。マジで辛いらしいですし。ああ、エビとビールがうまいって言ってハワイ来てからもずっと食べてたからな。か、プリン体か。はあ、で、今はもう痛風は仕方ない。川本さんの回復は祈るけど、今回の収録には絶対に間に合わんから、急いで代役を立てないと。ん？誰この人。ああ、ちょうどここを通りかかった人です。番組のことをちょっと話してて。ふーん、一般人ね。その割には体格もいいしタッパもある。カメラ映えはするか。よし、君で行こう。アナコンダエスケープの一般人枠代表として出てくれないか。は？おお、いや、そんなスナック感覚で出られるもんなのかこれ。さっき厳しい審査と選考会を乗り越えて初めて出場権が得られるって聞いたんだが。今プロデューサーである僕の鋭い眼差しで審査した結果、見事合格となったよ。おめでとう。お願いします、お兄さん。今日の収録を逃すともう撮れる日がないんですよ。どうだろう、チャレンジしてみてくれないか。豪華商品だってあるぞ。豪華商品はさておき、そもそもこれが何する番組なのかよく知らねえんだが。なんだ、そこからか。では説明しよう。簡単に言うと、ショッピングセンターの中を謎解きしつつ鬼ごっこをする番組さ。閉鎖された店内で繰り広げられる熾烈な駆け引き、見事ゴールまで逃げ切れれば豪華商品ゲットってなわけだ。シンプルだけど楽しそうでしょ。まあ確かに楽しそうではあるな。その鬼ってのはどんなやつなんだ。ああ、鬼なら彼らだよ。ああ、大学の陸上部とプロレス部の子たちでね、毎年協力してもらってるんだ。言っとくけど、それぞれパワーもスピードもすごいよ。だろうな。俺あんな連中と鬼ごっこすんのかよ。まあ簡単に豪華商品がゲットできてもつまらないでしょ。それに立ち回り次第で逃げる方法だっていくらでもあるから、そこは頭を使ってさ、やってみたら絶対楽しいって。まあアトラクションみたいではあるか。よろしく頼むよ。君名前なんだっけ。俺は春日だ。春日さんか。改めて僕はプロデューサーの今田だ。今日の出会いに感謝。よし、それじゃあ春日さん、アナコンダエスケープに出てくれるかな。いいとも、面白そうだしやってやるぜ。ありがとう、恩に着るよ。ただ言っとくが、俺は素人だからな。演技とか取れ高だとか言われてもわかんねえし、その辺は期待すんなよ。大丈夫大丈夫、飾らない面白さがうちの番組の売りだからさ。春日さんは深く考えずに楽しんでくれたら OK よ。
じゃあ大西ちゃん、後の説明頼むね。僕は最終確認に行ってくるから。では簡単に番組の説明しちゃいますね。ね、よろしく頼む。後悔するな。かかってきやがれ。ぶちかます。おら、きっとできじゃねえか。ガンつけてんな。さあ行くぜ。さっさと始めようぜ。ほら、ぶちかます。
半助で楽しませてもらおうか。かかってきやれ。ガンガン行くぜ。はあ、はあ、一品の出来じゃねえか。後悔するな。かかってきやれ。ギャンギャン行くぜ。おい、おら、一品の出来じゃねえか。よっしゃ、ゴールだ。なんだ。おめでとう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 さん。おめでとう。めでたいですね。おめでとうございます。おめでとう。ありがとう。改めまして春日さん、お疲れ様でした。突然のピンチヒッターにもかかわらず素晴らしい取れ高でしたよ。ナイスファイトだったよ春日さん。春日さんの必死の逃亡劇、見てるこっちも手に汗握ったよ。まあなんとかゴールできたな。もっとクイズとか解けたらよかったんだろうが、なかなか歯応えのあるイベントだったぜ。そこは参加者に判断が委ねられるところですからね。こうしてクリアされたということで、ナイスジャッジって感じですよ。番組としても取れ高は十分だし、ほんと助かったよ。これは約束の商品ね。でも今回の放送は盛り上がりそうですね。一般人枠にニュースターが現れたわけですし。そうだな。あ、来年の番組さ、復活のミスターアナコンダ川本さん VS 大型ルーキー春日さんって銘打ったらもっと盛り上がるんじゃないか。それ激アツっす。企画書の叩き作っておきましょうか。おいおい、俺はあくまで今回の代打だ。それに出場審査やってるってことは他にも出たい人は多いんだろう。だったらその人たちを優先してやってくれ。まあそれは確かに謙虚っすね春日さん。でももしまた出たくなったらぜひ応募してください。春日さんだったらきっと審査だって勝ち抜けますよ。まあ気が向いたらな。でも当分は遠慮させて。え、自転車でアメリカ大陸横断の旅に参加予定だった米倉さんが自宅緊急入院。サドルに座ったら死ぬレベルのヤバさ。アナコンダエスケープに続く名物番組になるはずだったのに。ああ春日さんさ、自転車好き？旅はやらねえからな。Today is gonna be a blast. Hmm. いい調子だ。Take a break. いいのか？気の利くやつ。ちょうど欲しいと思ってたんだ。ありがたく使わせてもらうぜ。What time is it?
春日、アロハ。アロハじゃねえよ。なんで博士までハワイに？前にも言ったが、ハワイにはスジモンを使った大会があるんだ。そいつにちょっと用があってな。決して遊びに来たわけじゃないぞ。観光に興味はない。俺が興味あるのはスジモンだけだ。勘違いしないでくれ。で、その大会ってのは何なんだ？言葉で説明するのは難しいな。その目で見てもらった方が良さそうだ。ついてこい。ああ。いらっしゃいませ。ご用件は？その筋のものですが。かしこまりました。こちらにお乗りください。ここは大会が開かれている地下コロシアム、通称スジモンスタジアムだ。スジモンスタジアム？ここでは筋神というスジモンたち同士を戦わせる試合が開催されているんだ。観客はどちらが勝つか予想し金を賭ける。まあ裏社会によくある賭け試合を大々的にやっているというところだな。ホノルルシティはギャンブルを厳しく禁じている街だ。その激しい締め付けの反動で裏にこんなでかいもんができちまったってんだから、皮肉なものさ。ハワイにこんなものが。試合は世界中に配信され、各国の富豪連中が毎試合多額の金をかけている。ちょうど試合をやっているみたいだな。さあ注目の一戦、四天王の一人ジャックに挑戦者バトラーマサトが挑んでいますが、やはり強い。マサトチームは残り一人です。くそ、頑張れ布袋。王よ。おいおい、そんなもんですか。やれ、殺しても構わん。ぐおぬのぶくろ！どうする、まだやりますか。いや、もう降参だ。勝者ジャックチーム。やはり四天王は強かった。ジャックチームには賞金が授与されます。ああ、これが裏社会掛け試合チーム格闘大会、筋神だ。筋神。三人の筋門を場に出して戦う団体戦だ。マネージャーと呼ばれる代表者が指揮を取る。自分のチームの筋門が全滅した方が負けだ。3対3の筋門のぶつけ合い。俺はこの形式での戦いを筋門バトルと呼んでいる。筋神はそんな筋門バトル最強の座を争う大会なんだ。代表者であるマネージャーは筋門を集めたり鍛えたりして最強のチームを作る。そして
試合でそいつらに的確に指示を出し勝利に導くのが役目だ。今勝ったジャックってやつは筋神のトップランカー、四天王と言われる凄腕のマネージャーの一人だ。そしてそんな四天王たちの上にいるのが最強のマネージャー、辻神マスターキング。キング、あいつか。お、そろそろ次の試合が始まりそうだな。じゃ頑張れよ。はあ、って、え、頑張るって何を。さあ続いての試合はルーキー戦。シルバーコーナーは借金返済のための一攫千金を狙う新人マネージャー、井出野浩一選手。対するはゴールドコーナー、世界一憎めない元ヤクザ、春日一番選手。え、俺？どういうことだよ博士。すまん、勝手に選手登録させてもらった。詳しいことは後で話す。なんとか勝ってくれ。なんとか勝てって、これってスジモンバトルなんだろ。スジモンなんか俺一人も仲間いないし。安心しろ、強力な俺の仲間を用意してやる。そろそろ来るはずだが。おーい博士。お、ちょうど来たな。どうも、育ち安男、育ち安男でございます。同じく育ち道場門下生の倉木です。元気が取り柄のポジティブ門下生井岡です。この人らは育ち安男さんとその門下生だ。育ちさんは俺がチャンピオンだった頃に一緒に戦ってくれた仲間、辻門なんだ。昔は道場やってたんだけど閉めちゃってから金がなくなってね、博士に雇ってもらったっていう間柄なんですわ。今回もお金を弾んでくれるっていうから手助けに来てあげたってわけでございます。育ちさんは元道場師範だから育成や戦略などもうまくてな、初心者のお前の相棒には最適だと思ってお願いしたんだ。君が一番カス太郎だったかな。よろしく。カスが一番だよ。あらまあすみませんね。まあ筋神初心者ってことだけど、私らが来たからにはもう安心ですよ。任せときなさいな。いつまで待たせるんですか。カスがチームリングインしてください。頼んだぞ。とにかく相手を全員倒せばいい。相手は大したことない。育ちさんたちにうまく指示を出してなんとか勝ってくれ。ねえ、くそ、負けても文句言わないでくれよ。それでは始めましょう、筋神ルーキー戦。 Here we go。 おめえら準備はいいか。全力で行くぞ。行くぜおめえら、突撃。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります、筋神スタート。ここからどう勝負が動くのか。両チームとてつもない気迫です。はい、よいしょ。
勝負は時の運、一時も目が離せません。すんごい、入った。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。ここでファイターを入れ替える。さあ、ここからどう勝負が動くのか。行くぜ！ジャストミート！それはとんでもない刺激が決まった。ふう、勝ててよかったな。そらそら集まれ、せーの。一番チーム、よっしゃー、勝利。ふう、なんとか勝てたな。見事だ。俺の見込みは間違っていなかったようだな。ん？あれは、むむむ、あれ、ドクターモリカサではないか。あ、本当だ、元筋神マスターのドクター森笠だ。筋神から追放されたはずなのに、どうして復帰したのか。マジで、なんということだ。この筋神に追放されたかつての絶対王者森笠が帰ってきました。まずいな、帰るぞ春日。おう、森笠さん。すまなかったな、カスガ。感謝する。まったく、どういうことなんだよ。ちゃんと説明してくれるか。ああ、実は昔、俺はこの筋神の絶対王者、筋神マスターだった。かつての筋神は今のように賭けが横行することもない、健全に腕を競い合うイベントでな。俺はそんな筋神が好きだったし、そのチャンピオンである自分に誇りを持っていた。だが筋神委員会の連中が入ってから、筋神は純粋な競技の場からただのギャンブル興行に変わってしまった。筋神委員会、さっき変なお面みたいなのしたやつらいたでしょ。
あいつらのこと、筋紙で賭け試合を開催して金儲けをしてる連中だよ。支援者と呼ばれる不渡客のためにやらせ試合まで組み始めた委員会に俺は反抗した。そんな筋紙はダメだ。真剣勝負の場を汚すなとな。その結果、俺は委員会によって筋紙から追放されてしまった。そんなことが。俺は筋紙を健全な元の姿に戻したいと思っている。俺が愛する純粋な戦いの場としての筋紙をもう一度取り戻したい。好きなんだよ筋紙が。もうおもちゃにされたくねえんだ。だが取り戻すってどうやって。そりゃもちろん道はただ一つですよ。筋紙マスターチャンピオンになることです。チャンピオンの力と影響力は絶大だ。チャンピオンになり筋紙ファンを味方につければ委員会を追い出すことだって可能だ。でも博士は追放されてるから戦えない。だから俺に代わりに出てほしいと。そうだ、頼む春日、協力してくれないか。なんで俺なんだよ。それこそ育ちさんとかにマネージャーを頼んでもいいじゃねえか。育ちさんはファイターとしてはそこそこ使えるが、マネージャーとしては致命的に人望がないし器が小さい。それに結構バカだからな。あんた結構ひどいこと言うのね。春日は器もでかいし頭も切れる。何より誰とでも親しくなれる豊かな人間性がある。辻門マネージャーに最適な人材なんだ。だけどよ、今の筋紙の運営陣は金をちらつかせて参加する多くの筋門たちの人生をも狂わせている。何人が不幸の底に突き落とされ何人死んだかわからん。俺は筋門博士だ。筋門研究は世界平和のためだが、平和に暮らしてほしいのは一般人だけじゃない、筋門たちもなんだよ。あいつらのためにもこの不幸の連鎖を断ちたい。勝手なお願いなのは分かってる。だがお前しか頼れないんだ。ねえ、分かったよ。そこまで言うなら協力してやろうじゃねえか。春日、いいのか。ねえ、詳しい事情はまだ全部は理解できてねえけど、あんたが悪い人間じゃないことは俺は分かってる。そんな人が頭下げてるんで協力しない理由はねえさ。春日、ありがとう。おいおいおい、そんなごん泣きするなよ。だって嬉しくて。そんなに泣かれると私も涙が。しょうがねえな。で、筋紙とやらに参加するのはいいけどよ、あれって筋門何人か率いていかないとダメなんだろ。ああ、スタメン3名、控えに三大3名、少なくとも6人は揃えておいた方がいいな。育ちさんと門下生の2人で今3人しかいねえから増やさないといけねえんだろ。どうやって増やせばいいんだ。そりゃもうぶん殴って仲間にするしかないですね。殴れ殴れ、暴力で全部解決だ。そんな荒っぽい感じなのかよ。まあちょっと極論すぎるが的外れじゃないな。筋門は基本的に自分より強い人間の言うことを聞く習性があるからな。実際にやってみると分かりやすいんだが。お、あそこにレイドがあるじゃねえか。レイド？自分より強いやつと戦いたい、
腕試ししたい強者がよく出没するたまり場だよ。関係者内ではレイドと呼ばれてる。春日、あいつらに声かけてみろ。え？俺が？ああ、レイドにいる連中は強さに貪欲、その分強いやつに従順なんだ。やつらにお前の強さを証明できたら仲間になってくれる確率はかなり高い。まあ騙されたと思って一度話しかけてみろ。そうだ、こいつを持っていけ。なんだこれ。お歳暮だよ。お近づきになるにはお歳暮、これは日本人の基本だろ。交渉の際にこいつを渡せば多分大丈夫だ。さあ行ってこい、スジモンマスター春日よ。分かったよ。後悔するなよ。行くぜ。ぶちかます。よし、あれ、よし、行くぜ。いや、勝負しろよ。調子だぜ。これで仲間になってくれよ。なんだ。来いよ。分かった、力を貸すぜ。よし、スジモンゲットってやつだな。さすがだな、春日。今みたいに倒した後に交渉できそうなスジモンが場に残っているときは話しかけて交渉する。ただ全てのスジモンが仲間になってくれるわけじゃない。仲間にできるスジモンはこいつに乗ってるやつ。わかった。で、集めたスジモンたちはどうやったら強くなるんだい？手元のスジモンはスジテインというアイテムを飲ませることでも成長するが、町にライバルのマネージャーがいたら対戦してみるといいだろう。どんどんライバルを倒していけばお前のマネージャーランクが一定まで上がると四天王たちに挑戦する資格を得ることができる。チャンピオンのキングと戦うにはまず四天王を全員倒さないとダメだ。気の遠くなる話だな。まあ私もいますし、楽勝ですよ楽勝。さっさとランク上げてシェノーもキングもぶっ倒して。そうだな、よろしく頼むぜ育ちさん。あと筋紙用のアプリも入れといてやる。ここでいろいろな情報を得るといい。わかった、とりあえずやってみるわ。すまないな、
よろしく頼むぞ、春日。たとえ進む道が火の中でも毒の中でも、おっさんのブリーフの中でもな。なんだよそれ、嫌だよ。まあそう言うな。とにかく頼んだぞ、春日一番。悪かったな。調子出てきたな。Thank you very much. This might be the best vacation ever. I don't know.
ぞ。礼を言う。ありがとうな。アロハ。Thank you for stopping. いいコンディションだ。Around here. What? Aloha. Thank you. Today is the last. I'm so tired. Leo, you. Want a break? Aloha. Thank you very much. ありがとうございました。Aloha. Thank you for stopping.Aloha.
Can't measure up to my flow. よっしゃ、行くぜ。よし。Come on! やんのべ。どうした？ All right. You're making fun of me? Come at me!準備はいいか。よっしゃ、行くぞ。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。どこから攻める。みんな頼むぜ。それシュッ。流れを変える。相手さん、いい面構えだぜ。ファイト。行くぜ。ここだ。よっとっと。必殺が決まったぜ。みんな頼むぜ。おめえに決めたぜ。どこから攻める。こいつで。よっしゃ。ファイター撃破。せ、行くぞ。流れを変える。これからだ。相手さん、いい面構えだぜ。楽しくなってきたな。ナイスな一撃だ。行くぜ。ファイト。おめえに決めたぜ。相手さん、いい面構えだぜ。行くぞ。入った。どうだ。決着だ。ふう、勝ててよかったな。そらそら集まれ。せーの。
はい。
の敵じゃねえか。コツつかめたんじゃねえか。
はい。おう。なあ。いいぜ。はい。なあ。いえ。ほう。なんだ？はい。へえ。はい。はい。はい。
ありがとうございます。体が足りない。近づきの印です。いかがですか。なんだろう、どうすか。わかった、よろしくな。準備はできてるぞ。